史上55人目の2000本安打まで残り4本、中日大島。29試合連続ヒットと日本記録にあと4試合と迫る岡林。中日が誇る2人のヒットメーカーがそれぞれの偉業へ、果たして今日は。大島がベンチスタートとなり見守る中、まずは岡林の第一打席。ヤクルト先発高橋のストレートに押し込まれ、いきなりのヒットとはなりません。その後ランナーを一人置き、岡林と同学年の4番石川。22歳にして打線を引っ張る手法が豪快な一発、幸先よく先制します。6回ノーヒットのまま迎えた岡林の第4打席。この打席もヒットを放てず凡退に倒れます。迎えた9回、打席には2000本安打にあと4本と迫る代打大島。快音とはならず、岡林の連続試合安打も29でストップし、中日3連敗です。